皆さんこんにちは、仮面ライダーブラック南光太郎役を演じました倉田哲夫です。高校卒業して大学にこう進路を考えてた時にちょっと行きたかった大学が僕落ちまして、で、進路どうしようかなって考えてた時に、友達からこう仮面ライダーのね、オーディションがあるんだけどお前も受けてみないかと言われて、いやもう俺が仮面ライダーかなんて思ってたんですけど、その時に優勝賞金が100万円だったんで、その100万円に引かれて応募したんですけどね。最終審査が東映の大泉の撮影所で、はい、もうその時はこう緊張してんのと、もう本当にあっという間に終わった感じがしますね。何をやってるのかもうさっぱりわからない。はい、覚えてます。もうやっぱりこうその名前とね、自分のその番号を呼ばれるまでの間やっぱりこうドキ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 しながら、だけど本当にこう受かるっていうのが自分の中でなかったから、名前を呼ばれた時にっていう感じですね。そっちの方が強いかな。その決まってから台本をいただいてですね、それからなんつっても今までそういうアクションとかその演じるっていうことの経験がないんで、その撮影に入るまでに3ヶ月間ぐらい期間がありまして、でその時にもう主題歌もじゃあ歌ってみるかと、でだから歌のレッスンからジャパンアクションクラブにそのアクションのその基本的な動きのレッスンしたり、でこうその台本の中のその大切な部分みたいなところを演技指導ですか、もうそればっか毎日がそのトレーニングだったんで、その南光太郎をどういう風に演じようとかそこまで考える余裕がなかったですね。もう仮面ライダーって言ったらね、もちろんその誰が聞いても見たことない人でも仮面ライダーって知ってるぐらいですから、自分がそのましてその当時こう6年ぶりですかね、6年ぶりにそのまたブラウン管で復活するっていうんで結構大々的に宣伝してたし、ひしひしと日々プレッシャーを結構感じてたかな、そんな記憶がありますね。覚えてますね。多分ね、新宿で、ナイターだと思います。ナイターでね、そのゴルフムに捕まって、光太郎がその走って逃げてるシーンをね、新宿の歌舞伎町の繁華街でやったんですね。もう無我夢中ですよ、本当に。結構ね、昔からあんまり物事に動じなかったりあんまり緊張しないタイプだったんですけど、さすがに2日ぐらい前からもうあんまり眠れませんでしたね。眠れなかった、一番苦労したのがですね、光太郎が自分のこう家に戻ってきてバイクを止めて家の中入っていくシーンがあるんですね。ただ歩いていくだけなのに、それをね20回ぐらいやらされたんですよ。で結局その歩き方が要するにヒーローらしくないと、でこうそこら辺のお兄ちゃんが歩いてるんじゃないんだからって言われて、歩くだけを20回やらされたのがすごいその時僕がショックだったんですね。なんで歩くだけでこんなに NG 出されるんだろうっていうね。で今でもねそこはちょっとこう悔しくて涙した思いがあってね、マネージャーに励まされてやったなって思いますよ。そこはやっぱり苦労したかな、一番思い出に残ってますしね。はい、その相手役の女優さんが全く僕と同じ年で、で全くやっぱりその俳優としてのその経験も浅かった方で、なんかお互いにそのなんか励まし合いながら、結構倉田君頑張ってねとか、大変そうだけど頑張ってねとかってなんかお互い励ましながらね、で結構やっぱりああいう番組っていうのはスタッフの方もそうですし、結構レギュラー陣もみんな若いから、もう結構仲良かったですね。撮影の合間なんかも一緒にお菓子食べたりご飯食べたり話したり、
だから本当ファミリー的ですね。その1年間全く同じスタッフでずっと長丁場やるわけだから、もう家にいる時間より長いですからね。